今回はホタテの貝柱のようなエリンギとブロッコリーの炒めの作り方を紹介します。味はエリンギですが、見た目や食感はホタテそっくりです。エリンギはもちろん美味しいですが、見た目が変わることで高級感が出ます。作り方も本格的な中華料理で美味しいレシピです。それでは作っていきましょう。エリンギを2本、 1.5 センチの厚さに輪切りにします。ホタテになるようなイメージで切りましょう。ブロッコリーは一房ずつに分けます。芯の部分は皮を剥きます。材料はエリンギ2本、ブロッコリー8個、人参、ネギ、ニンニク、生姜です。生姜、ニンニクは小さくスライスしました。合わせ調味料を作ります。スープを大さじ5に、紹興酒大さじ1/2、塩小さじ1/3と胡椒、味の素を少量入れます。鍋に湯を沸かし、ブロッコリーを入れます。塩1つかみと油を少量入れます。沸騰したお湯でブロッコリーを茹でていきます。塩を入れることで鮮やかな色になり、下味もつきます。ブロッコリーの表面に油をコーティングすることで水分や旨味を閉じ込めることができます。1分半から2分で茹で上がります。茹で上がったらしっかり水切りしておきます。鮮やかな緑色になりました。エリンギに塩コショウで下味をつけます。卵を少量入れ軽く揉み込みます。そこに片栗粉を薄くまぶしていきます。油を入れコーティングします。鍋に油を入れ170度くらいに温めておきます。エリンギを揚げていきます。油で揚げることで水分を閉じ込め、サクッとした食感に仕上がります。ただ炒めるだけだと水分が出てしんなりとして食感の悪いものになります。エリンギが揚がってきたら、人参と長ネギを油通しします。ニンニクと生姜を香りが出るように炒めます。香りが出たらブロッコリーを入れます。残りの材料を全部入れます。紹興酒を鍋上げから入れ香りを出します。合わせ調味料に水溶き片栗粉を少量入れ、材料に吸わせるように炒めます。仕上げにごま油で香りをつけます。今回はホタテの貝柱のようなエリンギとブロッコリーの炒めの作り方を紹介しました。ポイントは下味をつけ油で揚げることです。炒めるよりも食感や風味も違います。油で揚げることで短時間で調理でき、水分や旨味を逃さず抑えることができます。それでも揚げるのが大変な場合は、下味をつけ焼くだけでもいいでしょう。エリンギを使うことでホタテよりも低価格で
高級感のある料理が楽しめます。このチャンネルではこれから中華料理を始める方や趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や料理をできる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。